ヨーグルトみたいなやつだったよな。それ多分れそれ多分ヨーグルトだったんじゃない。そうなのかな。フレッシュレーベン、レーベンって書いてあるやつ多分ヨーグルトだ。そうかな、あれかな。そう、これレーベン、これヨーグルト、レーバンって書いてあるやつ。レーバンってヨーグルト。そう。あ、そういうらしいよ。そう、これ牛乳だと思って買ったらヨーグルト。同じとこに置いてあったら分かんない。でもあのブルーがミルクで、緑がヨーグルトだと覚えればいいんじゃない。これが美味しいっていうアイスには出会えてない。まさに。ほんまに日本のアイスって美味しい、うん、ね。いろんな種類がある、ね、めちゃくちゃ甘かった。甘そう、めっちゃめっちゃ甘かった。地方行くとこれにさ、粗挽きコーヒーとか出てくる。あ、そうやったかも前、ウシャイがいた。そうそうそう、こういうのに粗挽きコーヒー。咲いてますやん。咲いてますやん。お花咲いてないね。咲いてる、咲いてる。咲く前に咲いてますやん。日本みたいにさ、全部野菜とかが袋に入ってるとかありがたいよ。うん、ありがたい。ついてから一回も食べてない。でも立派ではあるよね、めっちゃ立派。すごいしっかりはしてるけど。チンゲン菜ね。チンゲン菜風な味のやつ。
美味しい。これはでもちゃんと洗わな、土がめっちゃついてる。それは共通しているね。酒に見えて、もちろんお酒ではなく全部ジュース。パッと見ロゼに見えん、ロゼワイン。でもお酒じゃないんです。ロンドン、上海、あ、東京もある。うん、あの、そう、パラソル。
スってさ、棒がないよね。うん、ない。だから、お互いに前のお客さんだと混ざっちゃってキャンセルしたことがある。